こんばんは、岡松宗男チャンネルでございます。今日はね、昨日も、お知らせしましたですけど、仙台のホテルで、大きなイベントがありまして、そこに石原まさし、出演させていただきました。大体どのくらいかな、30分くらいの予定がね、非常に盛り上がって、アンコールもいただいたりしてね、いやーなんか良かったなって感じですね。今日のねお客さんは大体150人くらいだったんですけど、会計士のね方の、会社のパーティーでございまして、だから大体多くの方が男性が多かったですね。だから大体ね硬い感じの方が非常に多かったわけですけれども、普通ね食事しながらねいろんな、歌謡ショーとかそういう余興とかねあるんですけれども、大体はね食事でみんなねお互いに、名刺交換したりね、やっぱりお酒が入ったりするから、本当にそのショーがあってもね大体聞いてる方は3割くらいですよね。私もねやっぱりいろいろそういう経験してるから、やっぱり食事してる時にねいろいろ歌を歌ったりいろいろお話したりしてもね、なかなかね多くの方が聞いていただけるってことは少ないね。でも今日はね主催された方の会長さんもね、びっくりしておりましてね、いやー今までいろいろやってきたけど今日はもうほとんどの方がね石原まさしの歌をね熱心に聞いて拍手を送ってたよねっていうね、本当にねやはり、彼の持ち味のすごさなんでしょうね。で帰る時もねみんなねまさしも、入り口の近くにご挨拶していたわけですけど、いろんな方がね寄ってきてね、いやー絶対売れるねいいねとかね、もう本当にね、CD もね多く買っていただきました。そんなことで非常にね今日も多くのまさしファンの方々が、新しくまさしの、歌を認識していただけたなという感じでございます。今月ねまたいろいろと来週はまた沖縄へ行かなくちゃなんないし、それからまたね、エスプロのイベントも2つほど入ってるし、いろいろと他のね、行事も、ほぼ入っておりますので、多忙な12月でございますけれども、おかげさんでいい具合に、進行しております。今後ともまた、よろしくお願いいたします。そうだ、それから今月の15日からね以前、今年かな7月にコンサートやったんですけど、その前に6月に、アルバム発売したんですが、そのね石原まさし昭和歌謡を歌うというアルバムでございましたんですけど、そのアルバムのね制作ということでクラウドファンディングを、やりました。で今度もねまた来年の4月に、非常にいい内容のアルバムを、制作いたします。それからね今発売、10月に発売しましたまさしのずんどこ節、今日もねみんなも盛り上がってね、いやずんどこ節最高だねってね非常に、お褒めの言葉をいただきましたんですけど、
このずんどこ節をね、このお客さんの反応を見てると間違いなく全国、日本全国に広がっていくなっていう感じはいたします。まあ、それからね、やはり、来年の年末に向けて、頑張っていきたいというようなことで、今月の15日からクラウドファンディングを行います。またいろいろとね、やってるってことが分かんないとね、まあどうにもこうにもなりませんので、まあいろいろ正しの YouTube とか、京花ちゃんの、三田京花の、YouTube とか、それから会社の YouTube とか、もろもろいろんなところでね、これから発信していきたいと思いますので、ぜひ多くの方にご賛同いただけたら嬉しく思います。ありがとうございます。